人と言われたことがあるのですが、僕は笑わないのではなく、常に強い意志を持ち、冷静でいることを心がけているだけです。一人では対処できない問題なら、協力して取り掛かりましょう。そのために仲間がいるんですから。ブラスティアは使いようによって人を助けもするし傷つけもする。くだらない目的のために悪用するような奴は許せないわ。天才天才ってうっさいわね。そう言っておだてて仕事やらせようとか思ってんの？頼み事あんならさっさと言う。面白い術を使う敵がいたら教えてほしい。その面白い術を真似できるかもしれないからね。退屈なのかい？何か話でもしてあげようか。そうだな、無くなる絆の世界の物語なんてどうだい？輪廻に翻弄される魂たちのお話さ。なんだ君か。まあね、毎日の日課さ。ただここで修行していたこと、あいつには黙っていてくれ。波乱に満ちてはいるけれど、面白い旅だとも思ってる。辛いというと飽きることはないからね。感じで自慢の友達なんだ。アルビンを見習って身につけるものとか小物とかチェックし始めてみたんだ。まあ買えるかどうかは別の話なんだけど。何事にも理由や原因がある。私たちはまずそれを知らなければなりませんね。きっと大丈夫です。神も私たちを見守ってくださっていますわ。ですか？時には立ち止まり考えることも大切ですが、本当に困った時はいつでも私たちを頼ってくださいね。腹が減っては戦はできぬという言葉もありますわ。お菓子で栄養補給なんてどうですか？いいじゃない、いいじゃない。この盛り上がりの中大活躍したら、おっさんの株うなぎ登りってことでイベント参加しない？
若者がいっぱいだね。おっさん、眩しくて目開けてらんない。さあ、置いてかれないように頑張っちゃいますかね。切り札は最後まで残しておくと。あ、聞いてた？賭け事に強い人が教えてくれた言葉なんだ。眉間にシワ寄ってるよ。集中力が必要だから疲れちゃうよな。飲み物でももらって休憩しよう。本を読んで多くのことを学んできたつもりだったが、実際お前たち人間と関わっていると毎日が驚きと発見の連続だな。人の体というのは不便なものだが、腹が減っては動くこともできぬとは。次第がそばにいた頃は想像もつかなかったことばかりだ。風の向くまま気の向くままってのもオツだろ。本を詰めるのもよくねえし、たまには寄り道するのも悪くねえんじゃねえ。さてと、そろそろマジになった方が良さそうだな。そんじゃまあ気合い入れていくとしようぜ。やりすぎてしまったかしら。でも切り札は最後まで残しておいてこそでしょ。これで一発逆転悪くない気分ね。いつでも私は自分の信じたことをしてきたの。あなたにも後悔のない選択をしてほしいと思ってるわ。さあ、この勝負、あなたはどうする？